またまた2人に抜き打ちテスト。わあ、いきなりですね。なんだ？はい、はい、3枚の画像をお見せします。はい、その中には超巨大な恐竜が3体描かれています。はい、画像を見て大きい順に、その3体の恐竜を並べ替えてください。さあ、大きい順に並べ替えましょう。もう私決まった。2、3、1、ブラキオ、アルゼンチノサウルス、ティラノでいきます。僕は、はい、ブラキオサウルス一番でかそうですけど、あえて3、2、1で。はい、それでは答えを発表します。はい、正解は、3、2、1です。あー、くそー、来た、リックの当たり、ね、やったー、アルゼンチノサウルスはね、長さは実はよく分かってない、うん、尻尾とかね、骨が結構見つかってないところがあって。あ、そうなんですか。長さは分かってないんだけど、はい、見つかってる部分ね、背骨とか、はい、足の骨とかの大きさからすると、はい、まあ30数メートルは硬い、20メートルぐらいだったと思ってましたけど、うん、体重でいうとね90トンぐらいはあるだろうと考えられています。重い。すごい。ブラキオもでかいんだけど、はい、ブラキオは研究が進んでいくにつれて年々ちょっとちっちゃくなってはいるんだけど、昔26メートルって言われてたんだけど、はい、22メートルぐらいかな。ブラキオブラキオって言われてた恐竜が、はい、よく調べたら違う恐竜だったりとか、あれ、そういうこともあったんで、そうなんだ、はいはい、ちょっとちっちゃくなっちゃったんだけど、はい、体重もね昔はね80トンって書いてあったんだけど、はい、よく調べたらあって30トン。全然違いますね。だんだんあのね、すごいスリムな恐竜だったっていうのが分かったので、意外にもいい、ね、うん、スラッとした恐竜だったの分かったんで、うんうん、ちょっとこうちっちゃくなっちゃったんだけど、はい、うん、でティラノは、ご存知の通り長さで言ったら最大13メートルで、そうですね、体重が重くて 8.9トン、はい、でまあ普通だと6トンっていうところなんで、はい、まあアフリカゾウと大体変わらないぐらい、はいはい、っていうわけで、3-1が正解です。なるほど、はい、ここでちょっと疑問なんですけど、うん、恐竜ってそもそもどうしてこんな大きくなったんですかね。よく食べるからですかね。全然それぐらいしか分かんなくないですか。結構いい線、いい線おついてるような気もしますね。今日はじゃあ恐竜はなぜ大きくなったのかについて、はい、解説しましょう。富田先生お願いします。お願いします、はい、よろしくお願いします。早速だけど、うん、絶対これだっていう学説があるわけではない。しかも一つの説じゃなくて、正解があったとしても複数、ね、いくつかの理由が組み合わさって大きくなったんじゃないかなと言われて、います、はい、そのいろいろ出されている説の中で、今回は特に、有力だと考えられている、3つの学説を紹介していきます。3つもあるんですね。3つもあるんですね。確かに。まず1つ目、当時の植物が栄養失調だったから説、はい、陸に住んでいる動物史上一番大きな動物が恐竜だったというのは、はい、まあ疑いようがないですね、はい、全長20メートル、頭から尻尾まで入れて20メートルを超す大型恐竜は全て竜脚類っていうグループなんですね。植物食恐竜です。はい、胴体とか足は割と象に似てて、はい、柱みたいにあんまりよく曲がらないような足で、はい、ゆっくり、四足歩行を、行っていたんですね、はい、お完全に間違いではないんですけど、うん、ちょっと前の恐竜の図鑑を見ると、はい、恐竜が大きくなったのはあの体温調節に有利だったからって書いてあるのがあります、はい、例えばお湯をコップに注いで、はい、机の上に置いとくと、はい、あっという間にぬるま湯になっちゃうじゃん、はい、冷めちゃいますね。風呂桶に同じ温度のお湯を入れてもすぐには冷めないでしょ。そうですね、はい、まあ、そのように体が大きければ多いほど熱がこもりやすい、うん、それで恐竜っていうのは大きくなったんだというふうに書いてある本があるんですけど、はい、コンピューターシミュレーションとかすると、はい、そのやり方で体温調節すると鳥をオーバーヒートして死んじゃうんだよね。熱が入ってくる一方で、むしろどうやって冷やすかみたいな、はいはい、確かに。だからあんな首長くなったり尻尾長くなったりっていうのも、冷やすっていうのも一つ、はい、ああ、表面積を多くすると冷えますもんね。そうそうそう。もう一つね、古典的な考え方で矛盾してるのは、体大きいとさ、雨宿りできないじゃん。雨宿りできない大きさの動物って、はい、体の中に、はい、あの熱こもらせることで、はい、体温調節してると、はい、濡れた体が雨上がりに乾いた時に、はい、風邪ひいて死んじゃうわけ。
だから雨宿りできない大きさの動物は、はい、あんまり毛が生えてない。サイもゾウも、はい、あんまり毛生えてないし、確かにあれ雨上がりに体乾くときに毛深いと風邪ひいちゃう、はい、体が乾くときってすごい熱持ってかれちゃう。だから体を大きくすることで保温するっていうのは実は陸では無理な、大きくなった理由として、あの最近注目されてるのが植物が栄養失調だからなんだけど、はい、恐竜が生きてた時代って言っても結構長くて、はい、まあ、1億7千万年ぐらいこう恐竜時代って続いたんだけど、最初の頃はすごい地球が乾燥してる、はい、超大陸パンゲアって陸地が全部くっついちゃって、はい、一枚のおせんべいみたいになってた時代に恐竜が誕生したんだけど、はい、海に面してる土地が少なくて、はい、だから真ん中がすげえ乾燥してて、あーなるほど、確かに。それで砂漠が多かった、うん、で植物が生きるために必要な条件って3つあるでしょ。水、うん、水、太陽、光、そうです、光、はい、酸素、酸素吸うよりも、はい、はい、大切なのが、はい、植物は二酸化炭素を使ってるよね。そうだ。そうだ。そうです。二酸化炭素と光は、はい、恐竜の時代、特にその初期にもたくさんあったわけ。だけど、地球が乾燥しすぎてたから、水がない。あ、だから、植物が生きてはいるんだけど、はい、条件が悪すぎて、いろんな植物がこうサボテン化しちゃって、サボテンってパキッと折ると中はもう水ばっかりみたいなさ、はい、なんかスカスカになってるでしょ、はい、そういうスカスカの植物ばっかりになっちゃった時代が恐竜時代の、うん、はい、初期だったんですよね、はい、恐竜が栄養価の低い植物ばっかり食べて暮らそうとすれば、うん、どうしなきゃいけないかって言ったら、はい、とにかくいっぱい食べて元を取る。あ、なるほど、うん、数を、そう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 、例えばさっきのアルゼンチノサウルスだったら、はい、キャベツ換算したら1日に約1000個、つまりキャベツだったらね、だから当時の植物でもまあ栄養少ないから1日に1トン以上はもう食べないと、やっていけなかったと考えられてる。これはあのジュラ紀の地層から見つかった石ですけど、はい、まあ、恐竜のお腹の中のところから出てきたもの、はい、あ、お腹から、ええ、お腹、ええ、大型恐竜である竜脚類なんかは、はい、お腹の中にね、あらかじめ手頃な石を飲み込んでおいて、どん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 食べて、お腹に送ったやつをお腹の中のある部分に貯めて石を使って、ね、こすり合わせた。だから恐竜のお腹の中から出てきた石っていうのは角がちょっと丸くなってるんですね。歯の代わりに、鳥でいうと砂肝ってあるじゃない。あ、ありますね。そうそうそう、例えて言えば石肝みたいなもんですけど、石肝というのが、あったんです。進化してますね。分かってます、はい、でただね、この数年前まで出てた図鑑を見ると、そういう大型恐竜はとりあえずもうひたすら食べなきゃいけないから、はい、植物見たらとりあえず手当たり次第丸飲みしてた。今勝手にそのイメージでした、僕らも、うん、食べて、うん、書いてあったんだけど、電子顕微鏡でね、恐竜の歯を調べた人たちがいて、これ20メートル級の、竜脚類の、え、あの、まあ、レプリカなんですけどね、小さい、うん、え、私たちの歯と別に変わんないくらい、そうそうそう、ちょっと大きい、そうそう、大きくなるぐらいですか、まあ、これがずらーっとこう、はい、前歯だけでこう、ちっちゃくないですか、30個ぐらい生えてて、うん、これも同じぐらいの大きさの、これはブラキオサウルスに近い恐竜の、はい、あの歯なんですけど、まあ、これは割と大きい、はい、で こっちはこう隙間があって、こう歯が隙間があって生えてて、はい、こう枝からこうやって葉っぱをこうむしる、うん、でこっちは赤枝切りバサミみたいな、本当にチョキチョキチョキってこう葉っぱを切り取って食べるっていう、その食べ方の違いが歯に出てると言われてるんですね、はい、なんだけど実はどっちもよく見ると、はい、ちゃんとすり減ってる、このね、鋭い、うん、はい、形になってますよね、はいはい、それは歯と歯が擦れた後で、なるほど、でこれをさらに顕微鏡で見ると、うん、ものすごい数の傷がある、その植物の繊維でつけられたような傷があって、この傷の数が、はい、今生きている割とよくこう物を噛んで食べる草食動物よりも多いぐらいなんですね。ちゃんと噛んで、よく噛んで噛んで食べても間に合わないぐらい食べて、それでもう、そうですよね、でもう分業してお腹の中お腹の中で頑張ってこう石ぶつけてっていう風にすごく食べるの。
大変だった。でそれぐらい食べないと栄養取れないぐらい結構植物が栄養価低かったと。つまり本当に栄養価が少ないから、はい、量を食べるためにその量を蓄えるための体が必要だから大きくなったっていう説ですね。そうその通りです。なるほど、勉強になるね。そうっすね。全部の恐竜じゃないよね、うん、例えば木の実とか食べてる恐竜は、はい、ちっちゃかったかもしれない し昆虫とか食べてる恐竜も別に大きくならなくてよかったんだけど、その草とか葉っぱを食べる恐竜はそうやって大きくなっていった。さて2つ目は自分の体を要塞化したかった説です。大きくなるとさ、はい、動きが鈍くなるでしょ。うん、まあ、それはそうですよ ね、それは、うん、そんな恐竜だともう肉食恐竜の格好の餌食になるんですよ、はい、どうしたかっていうと攻撃されないぐらい大きくしちゃえというね。例えば今、はい、あ腹減ったからゾウ食べようみたいな肉食獣はいないじゃん、はい、そうですよ。ライオンでもトラでもゾウ見たらむしろこう避けるみたいな、ゾウとか、まあ、あるいはサイなんかもでかいっていうことで防衛力っていうかね、それを保ってるわけですね、はい、踏まれたらおしまいだもん、ね、肉食獣ですからね、はい、おそらくこの牛脚類も大型化じゃなくて途中から巨大化になっちゃって、初期恐竜が生まれ、その竜脚類が生まれた時はそんなに大きくなかったかもしれないけど、うん、徐々に巨大化してって、そうそうそう、一番今まで古い竜脚類の仲間で、はい、今分かってるのは鶏ぐらいの大きさしかない、はい、小さいですね、最初は本当にちっちゃかったんだけど、そのもう植物食っていう生き方をした時点で止めどなく大きくならざるを得なくなってしまう、生き残る術だったってことですね、うん、だけど、はい、すごくそれも損なところがあって、はい、すんごい怪我しやすくなるし、まず転んで頭打ったりしたらアウトだし、捻挫はするし骨折はするし、いつもこう体重かかってるから、はい、やっぱり年取ってくると関節とかね、膝とかやっちゃったりするんだよね、いろんな病気や怪我になりやすい、実際多い恐竜骨がおかしくなっちゃってる牛脚類の化石とか、成長するのにも時間かかるじゃん、大きい動物って、はい、大人になるまでに下手すれば何十年もかかっちゃうから、うん、そうすると他の動物より進化するスピードが遅くなっちゃう、はい、だから環境の変化とかあるいは寄生虫の進化とかどんどん追いつけなくなっちゃう、そういうデメリットも多かったんで、実は大きい恐竜っていうのは特殊な竜脚類っていう仲間だけで、大体の恐竜は結局人間より小さかったんですね。じゃあその2つ目の説の要塞化したっていうのは、はい、竜脚類に限っては、まあ、生き抜くために、もう、はい、やむなくて、やむなくどの巨大化してって自分を守るために要塞化してったってことなんですね。おっしゃる通りです。そして、3番目は、はい、恐竜がもともと大きくなりやすい体の仕組みだった説。恐竜ちっちゃいのが多かったって言ったけど、はい、動物界の中ではやっぱりね大きい方なんですよ、はい、だって哺乳類を平均化するとネズミぐらいの大きさになっちゃうんですよ。え、我々だって哺乳類の中では巨大な方で、はい、巨大、うん、ですよね、うん、ネズミサイズが平均なら、ね、そうそうそう、だから恐竜平均すると豆島ぐらいになっちゃうんだけど、はい、それって動物界の中ではやっぱり異常な大きさで、はい、実はこの恐竜の体の中には、特殊な仕組みがありました、はい、その最たるものは機能っていう、はい、特殊な器官が存在していたんですけども、はい、空気に関わる、うん、そう、空気の袋と難しい表現するとの肺の出張所なんですね。そこまでじゃなくて、そう、体のあちこちにあって、はい、最終的には全て肺と、つながっています、はい、うん、例えば僕たち哺乳類、鼻から吸い込んだ新鮮な空気、はい、肺にすぐ送られます、はい、我々の肺、哺乳類の肺っていうのは伸び縮みがすごくしやすいんで、吐くときは肺の血管が酸素を取り入れてから酸素減った空気を肺を縮めてスーッと鼻からまた出しますね、はい、すごく効率良さそうなんだけど、はい、一つ問題があって、肺って行き止まりの袋だから全部は綺麗に出ない、必ず出し戻しが出ちゃう、出し残しが、はい、だけど恐竜の場合は特殊な仕組みがあって、うん、肺からいろんなその機能って袋が枝分かれしてるから、はい、吸い込んだ空気を、一回肺を通して腰とか、はい、お腹とかの下半身の機能に隠してくる、それまでじゃあ肺にあった空気は
どこ行くかって言ったら、はい、肩とか首とか、はい、いろんなそういう上半身の機能に一回しまい込んでいく。しまう、うん、吐くときは下半身に隠した空気を肺にどこしょって戻す。でそれまで首とか肩に隠した空気を鼻からプーって出す。おでそれを繰り返す。また新しい空気の時は、はい、とりあえず肺を通してから下半身に送って、うん、また吐く時はそれを戻すっていう、うん、でなんか循環してる感じ。体の中を、はい、要は風がずっと循環してる感じになってるって、はいはい、常に何やってる時も肺の毛細血管に少なくとも酸素を含んでる空気が必ずずっと当たりっぱなし。哺乳類みたいに吸う時しか肺に新鮮な空気が効かないみたいなんじゃなくて、ずーっと体の中を風が吹いてるような状態で酸素が行き渡ってるから、うん、恐竜って巨大化しても息切れを起こさない。鳥も恐竜の仲間ですから。ああ、そう。鳥は巨大化しなかったけど、まず激しい運動するよね。鳥って飛ぶからね、はい、そうですよね。まずその時酸欠にならないように使うし、今朝まで山の麓にいた鳥がその日のうちにエベレストのてっぺん越えたりするじゃん、鳥って。するんですか。するん。高度1万メートルとか飛ぶやつ。すごい。哺乳類だったら何日も訓練して、はい、登っていかなきゃいけないけど、鳥は1日でできちゃうわけ、はい。薄い酸素でも効率よく常に取り入れるっていうことに役立ってる。実はもう一つ、ワニも恐竜の先祖に近い動物なんですけど、はい、もう実はワニの時代に結構その機能は備わっていて、ワニは、うん、あの水の中でずっとズブズブって隠れてる時に、はい、息苦しくなって、あ、やっぱ俺、ね、息継ぎしなきゃって上がってきたら、はい、獲物逃げちゃうじゃん。ずっと水の中で待ち伏せしてる時に、はい、体の中に残ってる酸素を循環させてフルに使うっていうことに役立てているんですね、はい、すごい便利ですね、恐竜じゃ。そう、ね、はい、骨格も大事だよね、やっぱり。あ、ね、まあ、以前に恐竜を他の動物と区別する特徴は頑丈な足腰だ、ね、はい、だという、ことをお話したと思います、はい、恐竜ってその爬虫類の仲間だけど、でも同じ爬虫類であるトカゲなんかと比べると、こう体の下にまっすぐ足が生えて、はい、体重を支えやすくなる、ね、うん、はい、骨盤に大きなこう穴が開いて太ももの骨とかね、ブスッとこうぶっ刺さってたり、はい、足首もドアの蝶貝みたいに、うん、ものすごくがっしりして、はい、斜めとか横に動かないような、ま、前と後ろにしか動かないような機械みたいなね、足首してる、はい、全ての恐竜が持っている特徴なんですけど、はい、この構造のおかげで重いものを乗っけても、はい、乗っけていくと、例えばトカゲとか哺乳類だったらベチャッとなっちゃう、はい、恐竜だけがその90トンとかなれるっていうのは、うん、恐竜がもともと持っていた頑丈な足腰、大きくなるために持ってたんじゃないはずなんだけど、はい、なんか結果的にこの恐竜そのものの全ての恐竜が持ってた特徴のおかげで大きくなっても平気だったということが言えるんじゃないでしょうか。大きくなれるだけのポテンシャルと骨格あったからこそ大きくなったっていう説なんだ、はい、よく求めてくださいました。バンダイマニア、最後にお知らせです。皆さんはブラノサウルスを知っていますか？ブラノサウルスは本やフィギュアでは知ることができなかった恐竜の骨格や外皮を一つ一つ確かめながら自分の手で組み立てることで恐竜を知り尽くすことができるアイテムとなっています。富田先生もブラノサウルスの監修をしてくれてて、組み立てる時の冊子にこう豆知識とかたくさん書いてあるんですよね、はい、ありがとう今後もですね、新しい恐竜が続々とラインナップされるみたいなので楽しみにしててください。プラノサウルスが気になったら概要欄からチェックしてみてください。そして富田先生への質問も大募集中です。気になることがあったらぜひコメントしてみてください。富田先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、みんなも、巨大化はしないけどいっぱい食べて元気になりましょうはい、大きな体になりましょう、はいそれではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。